ここが引っかかって引っ張り出すって感じか、うん、難しいな。これはわしが取ったやつの反対側。こういう感じか、うん、で一応工具で開けて、はい、これで、うん、うまいこと合わへんよ。うん、よしよし、そんなもんでいい。そんなもんでいい、うん、あんまりやりすぎたら今度開きすぎてダメみたいだしな。だから難しいんですよ。ど真ん中続いた方がいいの？そうですそうですよ、間違いなく真ん中をね。片方ちょっとずつじゃなくて、うん、すごい動いた。なんか工具が動いたのか、レースごと動いたのか。ちょっと、はい、はい、ちょっと出して確認しよう。どう？もうちょっと動かさんとわからんね。これがレースやな、うん、いや、今レース動いたんちゃう？動いてるっぽいね、うんうん、じゃあ頑張ってとつきましょう。緩めるで締まる、締まる、広がる、広がる。出てきてる。もうどこだったの？今なんか音変わったな。なんかちゃうんじゃん。あ、うわうわ、やばい。You got mashed。入れとったんかい。何が届いたもんって。しくった。ちょっと見えへんかな。ごめん。バレてもてるわ。バレてる？うん。あ、やばい。やばい。これはやばい。やばい。これ一番やばいですね。いやでもそれ通したらいけんちゃう。とりあえず叩いて、あ、まあまあでも、まあ、でも大丈夫、シールのとこじゃないもんね、シールのとこじゃないから大丈夫、あれのとこ爪のとこやからね、うん、まあ、大丈夫と。あ、もうちょっとやん。でも、まあ、うまい、ね、ほぼほぼ来てた。あ、ほんで途中でずれたんや。外れてもたんやね。何回か見なあかんね。せやな、この工具言えないのにずれたりするから。竹だから見とってんけど、うわごめん、ついにしくった。ここ幅抜けとったのよな、うん、で歪んだらこうガチャってなって、なんていうの、それでもほら、すす、あの叩いたらへこんじゃうやん、うん、そうそう、なんか感覚があるんですよね、動いたような。そうそう、なんかおかしいなと思って、うん、何回か見ないかな。緩める方向で、がっちり固定させておいてがいいよね。
音したね。これで抜けた、うん、まあこれで一応通ったから大丈夫でしょ。2年になってるやろ。うん、いや俺こっちが割れたかな思って、シールの当たり面が。なるほど、当たり面じゃないから大丈夫。カットし不幸中の幸いやったこれ。うん、もう次反対よいしょ。うん、うん、そうね、うん、めっちゃええ音してる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと上げよう。いや、ええ音してるから。どうどうどう、大丈夫そう。海水浴来たみたいに目が痛いわ。もうここ山の中だよ。汗で目に汗が出る。海かな。波の音せえへんね。波の音せえへんね。あずきこうやったろか。コパトーンの匂いを嗅いだら俺夏の感じがするんだ。ああ、なんかわかるっすね、うん、ココナッツ。ココナッツ課題行きたいわ。課題行きたいな。これですよ、このこれがあるから怖いんですよ。閉める閉める。セーフ。危なかったな。なんか嫌なモンキーやな。にかじって。それなんでモンキーレンチって動かしてるの。もう知らないです。なんかな、なんかな、何パターンかの話があるらしい。はいはい、はい、このな、横から見たらな、うん、こうやったっけ、こうか、こう見たら猿の横顔とかな。あー、いや、ちゃうね。でも初期はこんなんじゃないから、その説っておかしくない。ああ、そう、時代スパナって言うとった時代の分は顔がちゃうからね、うん、ああそうね。なんでモンキーって言うのかな。でもう一個の説は、うん、配管工が、うん、その配管工が使うやん、うんうん、で配管工がそのなんか天井をその配管をこうぶら下がって動く様が猿に似てるからモンキー、ね、ああ、はいはいはい、いやでもないね。ああ、はい、俺が一番推してる説は、うん、モンキー博士が作った自在遺伝子の特許はモンキーっていう人が作ったの。作ってんの。あ、それちゃいますわ。多分そうでしょ。多分そうだと思うんだよね。まあ諸説ありっていうことで。モンキーさんが作ったらモンキー遺伝子でしょ。そりゃそうでしょう、うん、と思うんですけどね。そりゃそうでしょ。で、猿のあのモンキーとはまた違う綴りだけね、モンキーさんの。あ、そうね、うん、モンキーの C が K やったかな。うーん、じゃあ肩落としてんで。ええ音した時怖いね。そう、ええ音した時は怖いね。ずれてる可能性があるからね。大丈夫、大丈夫ですよね。オッケーやな。はい、抜け。はい、それだ。あ、今こんな感じで抜くやつやね、はい、これがペーパーでこうね、うん、やっとったっすけどね。なんか、あ、綺麗に入ってるもん。うまいうまい。なんやったら金属で叩いてましたよ。マジトラックは、はい、スーパーツール。スーパーツール。どっち向きとかあるんですか。うん、別にないと思うけど、幅広の方が打ちやすいと思うけどね。こんなのプレスだったら一瞬やけどな。
ええ感じに入ってるやん。2個でやるってこと？うん、やったら入るよ。入った、あえてちょ待って、これ出るか。あ、こっち側にしといた方がいい。そっちは別にあの引っ掛ける跡があるじゃないけど、意味わかる？これも引っ掛かるようにってこと？そうそう、にしとかんと万が一出てけんから、噛んだ時に、うん、どうやらめんどくさいこと。もういいんじゃない？これで下まで入るってこと？そう、打ち切れんねや。どう？もう一回打ちます。もう一回打ちます。もう一回打つ？そうで、あと最後これで進めたら、いけるから、ある程度でいいで。いや、もうほぼほぼ入ってますよ。あ、ほんま、はい、最後、一発やっとこう。肩落としてもね。ああ、肩落としてもね。で、ベアリングを、なんで4つとも持ってきたのよ。別にいいけど、その間違いなんで、これはこれよってやつらへんかったら、ああもう入れてまうんですね。ちゃうちゃうちゃう、入れても外れるやろ。ああそうか、だから AA とか BB とか番号を入れてる。入っとくんすか。そうそう、1、うん、1、そうそうそう。掃除しときや。トラックはね、うん、この真ん中があのグリス壺って言って、うん、グリス溜めとくんですよ。ああ、そうなんですか。いいですよ。すげえ。どうしてやな。ちょっと前に濡らすようにね。忘れのうちに書いておく。向き間違えんなよ。めんどくさいぞ。大丈夫、ちゃんとテーパー見てます、うん、その辺はプロやからな。あ、うん、あれか、プロやったよ。はいはい。ええ感じで入るやん。入りますよ、こんなん。やっぱ冷やしとったからかな。うん、そうですね、それはあるでしょうね。うん、昨日の晩から冷凍庫。あ、もうギンギンや。はい、ええ感じ、ええ感じ。それいいやろ。いいっすね、うん、ナイスツール。それはあの外側頑張って削ってね、ちょうどいい感じになるように。素晴らしい。つけすぎた。もったいない、もったいない。つけすぎた。どういう風に保存したらいいんだろうな、ゴリスってな。今知らんねえ。常温でええんちゃうん。常温かな。でも開けたらなんか冷蔵庫に入れるとかって書いてあるしな。ほんますか。ほんま。あの装備シャンタンとか装備シャンタン絶対嘘ついてる顔してたんや。装備シャンタン目が嘘つきの目やった今。
全然リズミカルじゃないね。え？どうしたの？何したの？これか。俺の必殺スペシャルサンクスツールを。え？なんでもうちょい優しく入れようよ。飛ぶやん。何回も先飛ばしてるやん。優しく。最初はやっぱね、引っかからないんだよ。そうやな。油塗りすぎたな。めっちゃ滑るやん。音変わってみた。カン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 。絶妙な削り加減やろそれ。うん、絶妙ほんまに。そのまま削ったかどうかわからんぐらい綺麗に削ったもんね。何回やり直したらステルベアリングの再利用っすよ。3番、これが3番って書いた。3番ぐらいちゃんと3って書いた。書いてみな。1と2って書いてみな。おもちゃみたいな銃やから。いや、あんなんあれやで、先ごめ平場銃と一緒やで。黒色火薬さえ手に入ればね、単管で作れるからね、先ごめは。行ってないっす。お部屋行ってきて。俺もう朝行ってきたで。えらいな。誰もやんじゃん、ジジババの方自由にさせるか。どこ行ったんですか。え、何が近所に。いや、ちゃうちゃう、どこ入れたんですか。それはいらない。あれがあれあれがそんな簡単には入れられない。もう綺麗に入ったやん。よし。それもグレースも塗りたくったことあんの。いや、あのあれがチェンジャーがあったけど、あでも手でも入れたことはあるっすけど、なかなか入らんやろ。入らないっす、こんな。うん、あのこうやって、わかるわかる。上から、上からな、うん、あのグリスポンプみたいな。スパスパ、うん、あったっすね。葉っぱで入れなかったらな。隙間という隙間にとりあえず入れてんのね。それで、OK。でもシール入れちゃおう。で、そこもグリスで埋めといたらいい。これ？うん。で、シールでブチュッと。ブチュッと。内側にも埋めといたな。これね、うん。で、最初木のなんかで出ていくから。いい感じでスポット入ってん。うん。ナイスナイス。入らんのですか、これ。いや、たまにのうまいこと入らんと。ああ、そうですね。どうかな。あの、ラインまで。はいはいはい。落とすよ。飲むんちゃう？もうちょっと？ほら、行き過ぎたんちゃう？行き過ぎたらあかんの？下まで行かへんの？いや、下まで行かへん。行かない？行かない。それでいいよ。で、あと、あれで押さえて。え、ちょっと高さ全然考えてなかった。ここちょっと入ってる。にゃろん。入ってる？こんな感じ？うん。な、ほんまはこれで高さがちょうど一緒ぐらいになってたんやけどな。まあ、しゃあない。ほんで、これ、こう向き？はい、そうなんです。で、あと、そのシークリップつけて。
その分離なもんね。滑ってしゃあないこれ。やりにくいやろ、うん、やりにくかったしさ。あ、だだだだ。なんか KTC やちゃうよ。うん、綺麗。入ったの？これ回すんですよ。なるほど。回れへん。入ってないんちゃいますか？あ、そうなの？うん。メドラの方がいいんじゃないですか？ドライバーかな？うん。はい、回った。はい、どうぞ。じゃあ反対側しよう。ほんまは全部順番一緒に急いでほしかったんけどね。まさかバラバラにして混ぜるなんて思いもよらんわ。一気に掃除してましたね。バカじゃないの、ほんまに。掃除なんかでもっと重要なことあるやろ。一気にまとめて掃除してました、すいません。ああ、あの重要度合い の認識がずれてますやん、あなた。掃除なんてさ、二の次三の次きれいにすること後でいいんすよ。ですね、最終最終。KTC のパッカーやったかな、前使ってたやつ。そうなんです。ストレートのパッカーで十分ちゃうな。大型用のやつね。ああ、大型のやつね。うん、もうペール管にダイレクトに刺すんですよ。おお、すげえ。さすが。ちょっとレベルが違う。上から出てくるんですよ。大体いけたかな。